では最後にパート5として合格後のサポート NPO 生涯学習という団体についてのご案内をいたします。NPO 生涯学習はレックグループです。で、この名称の通りなんですけれども、生涯学習をサポートする団体です。キャリアコンサルタント自身のキャリア形成に役立つ情報やコンテンツを提供しています。その中でいくつかご紹介していきたいと思いますが、オンラインタイム、これ何かと言いますと、Zoom を使って今、セミナーとオンラインサロンを行っています。レックの養成講座を修了して試験に合格してキャリアコンサルタントとなった方々が、毎月第3金曜日の夜7時から、リアルタイムで、Zoom の中に集まってきていただいて、セミナーで講師の先生方からお話を聞いたり、サロンということで、双方向で様々なやり取りをする。このような、企画も行っています。はい、それから次ですね。レックの更新講習ですとか、技能検定、これ2級と1級ありましたけれども、この試験対策講座の受講料の2割引きが受けられます。そして皆さんが非常にですね、これいいねって言っていただくのが、パートナー講師を募集するときに、この募集情報を NPO 生涯学習の方にご案内をしています。レックのキャリアコンサルタントの養成講座や試験対策講座などなどで、講師の先生方、いろいろお入りいただいてるんですけれども、そこでのサポートをしていただく講師の先生を募集しています。定期的になんですけれどもね。はい。で、そこでパートナー講師という名称にしていますけれども、ここにエントリーをして、そこで実際にパートナー講師としてお仕事をしていただく。Zoom のクラスについてはオペレーターからやっていただくという方もいらっしゃいます。実際にオペレーターからサブの講師、そしてメイン講師とステップアップされていらっしゃる方もいらっしゃいます。はい。それから公共事業ですとか、レックのお取引先の企業様のご依頼の案件について、キャリアコンサルタントを募集してますというような場面で、お仕事の情報を皆様にはお流しをしていきます。こんなことやってますよということです。そして、キャリアコンサルタントの交流会も、レックと共催という形でやっています。現在ですね、試験が年3回、合格発表も年3回ということなので、年3回オンライン、Zoom を使って、交流会を行っています。はい、集合形式の交流会も実施することがあります。こちらは不定期となっています。で、ここでは何をしているかと言いますと、養成講座の修了生の方、合格者の方、講師の先生方が集まって、そこで横のつながりをさらに作っていく。セミナーを聞いたりとか、様々な意見交換をしていく。仕事の獲得の仕方ってどんなこと、どうしたらいいんだろう。こんな情報交換も行っていますね。で、専門家の先生の講演を聞いたりとか、オンライングループでの懇親会なども行っています。やっぱこの辺が有効ですかね。先輩キャリコンの方からの仕事の獲得方法とか、今どんなふうに活躍しているのか、キャリアどうやって広げたらいいのか、こういうお話が飛び交っているのが交流会です。で、交流会の様子なんですけれども、Zoom オンライン形式ですと、こんな感じですね。こんな感じ。毎回もう100名以上の方が入ってこられますので、画面1画面では済まなくて、スクロールね、何画面かスクロールしていかないと全員映せないみたいな状態になってますけれども、かなり盛り上がっている状況です。中央に出ているね、中央とこちらですね。こちらは集合形式で中野サンプラザで実施した時の写真を掲載しています。不定期でこうした形の実際に会って話すという場面も用意しているという状況です。この NPO 生涯学習認定キャリアカウンセラー登録という名称で呼んでいますけれども、レックキャリアコンサルタント養成講座を修了して資格登録後ですね、試験合格して資格登録後、NPO 生涯学習に登録することができます。で、資格登録料ですけれども、1万500円で有効期限がなんと5年もあります。ね、キャリアコンサルタントの、登録自体が5年という期限になっていますので、NPO の登録もその5年に合わせていますということなんですね。はい、でこちらもご案内いたしましたけれども、 NPO 障害学習という団体はキャリアコンサルタントの国家資格化前の2002年からずっと民間の資格を発行し続けてきていたという団体ですので、どうぞねご安心いただいて登録をしていただく。そこでキャリアコンサルタントになった後もさらなる自己研鑽を積み重ねていって、皆様の活躍の、ね、広がりをもっともっと拡大していっていただきたいなというふうに思います。はい、ということで最後のまとめなんですけれども、キャリアコンサルタントの資格を取る、そしてもちろん資格取るだけではなくて、その過程で得た学びを生かして皆さんご自身のキャリアにぜひ彩りをつけていただきたいなと思います。さらなる広がりをつけていただきたいというふうに思っています。ということで、皆様レックキャリアコンサルタント養成講座のご受講をお待ちしております。クラスの中でお目にかかれることを私たち楽しみにしています。